はい、皆さんこんばんは。島田のキョンキョンのルンルン情報です。お願いします。島田の人間だからね、私まだ島田に住んでるからね、ちゃんと大丈夫だよ。今日もそれこそ島田のホーラーさん行ってきました。はい、ですね、毎月第1月曜日、島田のキョンキョンのルンルン情報は、島田に蓬莱座という大衆演劇の劇場がございます。そちらの今月の11月の公演の、劇団さんの座長さんをお呼びしてお話を聞いちゃおうというコーナーになっております。今月はですね、はい、なにわ劇団さん、はい、座長さんは近江慎之介さんです。よろしくお願いします。かっこいいしよね。今日も見てきたんですけどもうね、笑えすごいね、アドリブだらけでね、めっちゃ楽しかった。まあだんだんに聞いていきますか。じゃあまず自己紹介お願いいたします。今月島田蓬莱座で、はい、公演中の大阪の方からやってまいりましたなにわ劇団近江慎之介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか貫禄あるよね。ね。なんか聞いたらね、すごいもうね、うん、もう老舗って感じ。聞いてきます。はい。はい、まず今大阪っておっしゃいます。出身地も大阪。出身は僕は和歌山県の方で、はい、まあ生まれて、まあ育ちは大阪の方になりますかね。そうなんですか。はい、なるほど。役者になられた年齢というのは。そうですね。子役。気がつけば。気がつけば。気がつけば。祖父も叔父も。あ、そうなんですか。はい、皆さん。そういう家系で育ったもんで、まあ小学校上がるまでは子役で出てた時期もあったらしいんですけど、覚えてない。いや、おぼろげにで、まあ学業はまあ優先ということで、中学校卒業するかせんかぐらいから出始めて。出始めて。はい。なるほど。でそれからずっと。そうですね。今はおいくつか知りませんけれど、ずっと37です。あ、37歳でございますか。やっぱ貫禄がありますね。ね。じゃあ代々ということは何代目ということがあるんですか。それとも名前はやはり自分で変えられた。なにわ劇団っていうもののその座長としては何代目になるのかな。もう4代目ぐらいになるんじゃないかなっていう。そうなんですか。はい。4代目、すごいですね。もう老舗ですね、それじゃもうね。そうですね。100年近くあるんじゃないかなって言われてる。すごい100年。詳しく調べたことがない。流されてきたよって感じですか。で、なんか座長さんになられて十何年とおっしゃいましたっけ。はい、座長になって今年で13年が経ちました。やっぱみんな若くして座長になるんですね。いや、僕は比較的遅い方じゃないですか。20代そこそこでね、なってらっしゃる方もいますもんね。まあ父親がまあ座長さんやった場合なんかもう10代のうちに座長さんになられる方も多いに。あ、そうですか。じゃあ慎之介さんのお父様は座長さんではなかった。ではないですね。そうなんですね。系列はあるけれども、お父さんではないです。普通一般の。ああ、そうなんですか。というの。そうでございますよ。はい。なるほどね。それじゃあもう13年もやってらっしゃると、いろんなことがもう自分のもう劇団っていうのがちゃんと確立していて、そう、私今日見てびっくりした。舞台の上にだんだんの舞台が出てきて、その上が回転した。そうです、セリ舞台って言ってね。私この1年見てますけど初めてかな。本当ですか。うん、周り舞台本当ある。あ、使われてる劇団さんはあるんですけど、すごかったですよ。ピカピカピカ自体は僕が考えたんです。素晴らしい。あ、そう、一番最初にあれが出てきた、案内の何画面が。そうです。あれも映像も自分で。でしょ。ないですよ、他の劇団さんにないです。なんていうんですか、 DVD みたいな感じで。そうです。劇団のメンバー紹介とかとか。そう、もう一番最初に紹介してくださるからよく分かりましたね。お名前もね、大勢いましたね。そうですね。今舞台面が今日全員ぞろっと揃っては出てないんですけど、舞台面は10名ぐらいですかね。10名ぐらい。ちびちゃんも入ったんですか？いや、ちびは入れすぎですけど。1歳、2歳？2歳です。2歳。ちびちゃんがいた最後に出てきたんですよ。で座長の前にちょこんと座ってねご挨拶してくれたんですけど、ちびちゃんはまだ入ってない。まだでも子役で出たり、ちょこちょこと。でも全然もう同時しないの。本当に座ってみんなでこうやってお辞儀してましたね。さすがですよ。2を見までですかね。そうですね。はい。劇団名の由来というのはもうそのものですか？いや、ですね、浪速千恵子さんっていう、浪速千恵子さん、昔の女優さんですね。東映か東宝かどっちかわからないです。その妹さんかその家系の方やと思うんですけど、その浪速千恵子っていう人で出てた人はもう一人女優さんで浪速なんとかっていう人がおるんですよ。でその方がその大衆演劇をされてて、でまあそこでまあその千恵子さんっていう方が妊娠をされて、まあその代打でまあ言うてみれば座長が別にいるわけですよね、その出産する間に。その時にこうされた方が浪速っていう名前を引き継いで、まあそこからこうずっと浪速三之助っていうお名前で浪速劇団というのが続いてた。続いてきた。それが100年。そうですね、その方がやってた年数がまだ分かんないんで、それ軽くざっと勘定しても100年は、僕の知ってる分だけでも70年ぐらいはあるんじゃない。すごい。まあ大衆演劇って昔のね本当に芝居小屋さんという感覚からずっと続いてるんですもんね。そうですね、そうですね。はい、まあ一時ね映画がバーッと出た時もあるけど、台頭してこうちょっと大衆演劇が伝っていったっていう時期もあったんですけど、でも今またすごい増えてないですか？そうですね、大阪なんかはうじゃうじゃって聞きました。もうぐっちゃぐちゃですね。右見ても左見ても本当に劇場があるんじゃないんかなっていう。で若い方たちも多いじゃないですか。でファンも今若い方増えてないですか？はい、ぼちぼち増えつつあるんですね。で今日そう息子さんごめんなさい何ごずってねかっこよかったんです。まだ10代13歳ですね。ね、めっちゃ座長に似てめっちゃかっこよかったんですよ。はい、それでもうすっごい楽しみだなと思ったんですけどね。そうですね、もうそれこそ中学今2年生ですね。で最近出始めてる。最近もう子役からテレビにも取り上げていただいたり、子役の当時。そうなんですか。エブリーやったかな、そんなにも。あ、本当にちょいちょい。すごいイケメンさんでした。だからね、ああいう若い方がいらっしゃるとやっぱ若いお客さんもいるじゃないですか。やっぱり世代的なもんでね。今日もお客さん年齢層幅広いかなと思いましたけど、楽しみですね。はい、おかげで。はい、おめでとうございます。で、裏方さんなんか当然いらっしゃいますよね。そうですね。何人ぐらいいらっしゃるんですか？裏方3人ぐらいです。照明とか。そうですね。ちびちゃんも入れて、裏の方に3人ちびちゃんも入れて。で、照明っていうのはその都度来るんですか？そう、連れてきてくださるですよね。そうです。劇団さんが。後ろからフォロースポットって言って、もう常時ね抜く方だと思ったんですけど、違う。音響もねご自分たちでやってらっしゃるという。私もね常設してるかと思ったの。そしたらもう劇団さんごとにお連れになってますね。そうですね、舞台照明もその設備でついてる分に自分たちが持ち込みで照明ちょうどピッとし合うんですよね。いろんな照明。そうですね。でやっぱ劇団さんごとに照明のなんていうのカラーとかポイントも違いますしね、色目も違いますしね。そうだからそこはやっぱもう長年のこだわりがあって。そうですね、やっぱり明るい舞台でやりたいっていうのが多くあって、で結構その大阪とかポポポって劇場できるんですけど、ちょっと薄暗かったりする。まあ急に始めたみたいなというところもあったりとかしたんで、照明とかも持ち歩かないかなって。あ、なるほどなるほど。昔に比べたらね、その電圧とかも LED になったんで。あ、なるほどね。昔はもっと大砲みたいなやつを持って歩いてたんですけど、移動も大変。そうですね、もう大変やったですね。だってすごい荷物でしょう。そうです。うちで10トントラック2台。2台？はい。それって移動するときに借りるんですか？そうです、業者さんに。ですよね、はい、持ってたら大変なことだよね。その昔は持ってたんですか？持ってはる劇団さんもあったらしいんですけど、維持費の方がですよね、はい、かかるんでですよね。大きいとね、お金も税金もね、運賃もね。昔は一月スパンの興行じゃなかったんですよ。あ、そうなんですか。ずっと昔は3日とか5日だった。そうなの？そうです。そんなに移動してたんですか？1ヶ月じゃないんだ。1ヶ月ではなかったですね。僕が知ってる時代で15日っていうのがありましたね。劇場を15日ごとに移動する。そうなんだ。はい、大変やったんですよ。大変ですよね。今1ヶ月も私大変かなと思って見てますけど、15日。そうです。だから劇団のその内容というかは今、まあ昔よりは今の方ががぜん良くなってるんですけど、その分荷物が増えてるんで。そうですよね。だから一月っていう目安はもう今確実ですね。絶対に一月ぐらいおらんと。ですよね。そんだけの荷物をこう、だって荷物を下ろすだけでもすごい重労働です。積み込むのも当然だし、で次どこ行くっていうのも遠かったらすぐ時間もかかるし。そうなんです。だから今月は本当は29日までのお世話になる公演内容なんですけど、来月が和歌山県。地元なんで、もうあんまりよく分かってないんですけど、和歌山だよと。そういうことで距離もねあるんで、で29日のところを28日にしてもらって、1日移動日で。はい、そうですよね。そうしないとね、やっぱりこう移動して10トン10トンで自分たちでこうね賄える分もあるんやけど、まあおろす搬入搬出のその際に手伝ってもらうアルバイトさんを雇うんですよ。あ、その時だけのね。だってアルバイトいますか？あ、そうなんだ。そういう方々がもう電車のある時間帯に帰らないかんので、夜中ではね、夜中にこっちから向こうに着いたとしてもまあ間違いなく苦労もあるんだ。はい、いろいろそういうことも考えながら座長さん大変ね。今日もね、すごい何回出たかな。すごい座長さんの出番が多くなかったですか、今日？そうです、10回。すごい早回り。めちゃめちゃ着付け奥さんがやられるんですか？そうです、そうです。めっちゃ早かったですよ。びっくりして、あ、また座長さん出てきたって感じで。そう、素晴らしいと思います。何枚も着てるわけじゃないですもんね。着てないです。じゃあもうね、若手さんがこう着替えてこう女形するとか、まあこっちこなれてるんで、もう早くパッ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 出れるんで。ああ、そういうことですか。中継ぎですね、逆に。中継ぎですか？中継ぎで、元から座長って面白い人なんですか？いや、結構おとなしいですよ。おとなしい、すごいさ、もうアドリブだらけで、もうめちゃめちゃ面白かったんですよ。お芝居もそうですけど、めちゃめちゃアドリブ。あれアドリブでしょ？そうですね。初めから決まってない。基本アドリブね、下ネタからね、いろいろね、めちゃめちゃ出てましたけどね。はい、今日子供さんいないからつってましたね。そうです。大人だけの世界の会話が出ておりまして、はい、私は楽しませていただきましたけれども。そう、すごいだから、うん。結構それを楽しみに来る方もいらっしゃるんじゃないですかね。そうですね。もうそのニーズに合わせた。まあ、お話だとか、こういうことを言うた方が喜ぶだろうなとか、やっぱり反応見ながら。だからね、今ちょっと世の中ってこう摩擦が少なくなってきてるから、なるほど、人が集まるところであんなね言ったり、同じ共感できるものがあれば楽しいかなとは、それ大衆演劇の良さかなっていう。そうですね。で、なんか今日その団員さんの中で元介護施設にいらした方、勘太郎さんだっけ、はい、そういう方もいらっしゃるんですね。そうですね、はい。普通に働いてた方が急に役者になりたいって来るんですか？そうです。今日一緒についてきてくれて、どう岩原さんみたいな。岩原さん女装するんですね。女装だ、似合いそうで、目がクリクリしててさ、クリスマスパーティーみたいな日常なんだ。ウルさんもいいかも、女装。そうなんですね。そうです。大学卒業後に入った子もおりますね。しめじちゃんっていう子が。しめじ、女の人、細身の方。そうです、そうです。そう、すごいね。大学でこういう大衆演劇のサークルがあってあったりとか、でそこからそういう本業になっちゃった。まあ本業にしちゃった子もしちゃった。はい。あ、そう、人生わかんないもんですね。プロレス引退してこっち。プロレスそうです。プロレスの方。え、ベースなの？あ、プロレス？今急に振りましたけど。あ、そう。本職ではないけどプロレスをやってらっしゃる方が今日は会場に来てます。こっちには来れないよと。でもね、体格のいい方もいらっしゃいますよね。あ、当然必要ですね。必要だって。敵役って言ってね、プロレスで言うたらヒール役。ああ、なるほど。やっぱり当然。いいかもしれないってよ。なるほど。そうなんですね。本職あるから、そんな誘わないでくれと。和歌山も旅行にしか行かない。和歌山もなかなかね、ここから行くとなると交通の便がね。いや、今ね、京奈和道っていうのができて。京奈和道？はい。知ってる？京奈和道。京奈和道っていうですね。はい。新しくできた。できた道があって。昔やったらね、この静岡まで、今月は先月奈良から月津にこっちまで来たんですけど、それができたおかげで4時間弱で来れたんですよ。そうなんですか？なんかすごい遠い感じがするけど。もっと遠かった覚えがある。ですよね。あ、そうなんだ。そう、こうやってぐるーっとこう回らなきゃいけないからと思うからすごく遠く感じるけど、5時間はかかった覚えがあります。あ、本当に。今日私今ね、チラチラ座長さんのお顔見てるんですけど、まつげがね、めちゃめちゃつけまつげなんですけど、なんとブルーなんです。ブルー。そうです。ブルーのつけまつげしてらっしゃるんですよ。めっちゃ色っぽいんですけど、私つけまつげできない人ですけど羨ましく思います。ね、今ね、まつげどころか、カラーコンタクトとか入れてね、そうですよね、出られる若い座長さんとかやっぱいるんだ。いらっしゃいます。すごいね。やっぱいろいろ、はい、こだわっていろいろ見せ方を。そうですね。もうね、だから毎日ハロウィンみたいなね。そうね、毎日。確かに、確かにね。ですね。だからこう至ってハロウィンには全然興味がないですね。毎日バカ騒ぎしてるんで。座長さんは女方の方が好きですか？いや、もう立ち役ですね。あ、そうなんですか。嫌いですね、女方。そう、すごい綺麗でしたよ。いや、もう死ぬほど嫌で。そうなんだ。でもね、どうしてもこう、梅沢富美男さんとかのイメージがあって。大衆演劇ってこう急に女方ブームが来た時期があった。だから座長さんは確実に女方はしてますね。ああ、そうですね。それ以前はしていらっしゃらない座長さんもいた。いっぱいおりました。そうなんだ。本当に。昔は本当に体制が体制やったんで50人ぐらいで移動してはったんです。ああ、そうですか。だからもうお芝居で言うたら立役、敵役、立尾山とかこういろいろとこうジャンル分けがあるんですけど、そういう役どころの人がもうぞろぞろおったんで、あれもせなあかん、これもせなあかんっていうことはなかったんです。今はそうなんですか。だんだんと小規模化してきて。なるほど、なるほど。このね、ポスターにそれこそ座長さんの女方ね、両方とどこだ持ってますけど、綺麗でしょね。やっぱ技ですね、メイクね。そうですね。もう素顔とはかけ離れてます。でもお芝居だから素顔。すごい面白いだって可愛かったですよ。ね、はい。ふざけたお役だったんですけどね。はい。毎日でその出し物が変わるじゃないですか。はい。本当に皆さん台本があったりなかったりとか聞くんですけど。はい。結構で最近は自分でパソコンって見たりだとか。そうなんですか。まあ自分で書くとちょっと字が昔のおじいちゃんおばあちゃんみたいな字なんで、おじいちゃんみたいなおばあちゃんどんな字かな、おばあちゃんっぽいやったんで、どうしてもねこう読めんかったり。あ、なるほどね。読めなかった方が皆さんに万国共通じゃないですけど、はい。で言うてまあこうみんなに配布したりとかはしてお芝居してみたりはするんですけどね、まあほとんど大体口伝ですよね。ああ、そうなんですね。素晴らしいですよね。毎日違いね。今日もなんか題目おっしゃってましたけど毎日違いますもんね。毎日違いますね。土曜日は昼夜違うのしてますし、おお、そうなんだ。土曜日だけは昼夜違う。そうです。すごいですね。やっぱり時間に余裕があったりとかして、昼も夜も見る人がおりはるんで。あ、そうですね。そうですね。やっぱり昼見て、で夜見たらまた違うのやったら、そう喜ばれますもんね。喜んでくれるんで。そうですね。なるほど。ですね。はい。今月のなんかイベント、誕生日公演とかなんかイベントありますか？そうですね。今月は誕生日の人はいないんです。去年お世話になった時はちょうど6月やったんで、僕が誕生日やった。そうだったんですが、それじゃあもう大にぎわいでしたね。ただ今月は誰も若手祭りっていうのもしてるんですけど、それが今週の日曜日明けの月曜日やったかな、若手がメインでやったんですね。お舞台をするんです。あ、するの今度来週月曜日ですね。月曜日に、はいはい。それと土曜日が今度太鼓ショーとか、太鼓ショー、あの大きな太鼓、はいはい、やられるんですか？これは昼夜ともどもやりますんで、よろしいですか？はいはい、いきますよ。待って、はいはいバッター、あれ止まってます。なんでこれもう一回もうあまり美しすぎて話しない。そうね、そうでしょ。はいはい、いきますよ。はい、バッター、ありがとうございます。カラセダクの先生です。いろんな方が来るので、はい、じゃあまあ特にイベントはないけど毎日違った催し物が、そうですね、題目が変わってるので、はい、抽選会があります。抽選会いつでしょう？お楽しみ企画で、最後の日曜日やったと思うんですけど、最後の日曜日ってくるんだったな、25かな、25、はい多分それくらいに、その日抽選会、はいで10日前ぐらいから整理券じゃないけど、その番号を配布して、その番号で物が何が当たるって、すごい。だからその10日間の間にたくさん来ていただいたら当たる確率も高くなる。なるほど、10日前からですね。はい、わかりました。25日と15日から、はい、抽選券が配られる。はい、皆さんお楽しみにしてください。はい、それからあと、はい、時間が5分ほどですけども、じゃあまず蓬莱座さんのご説明させていただきますね。はい。場所は島田市のオカリアにあります。旧国一の大きなメガネ屋さんができたんですけど、そこの交差点の松田という車屋さんの隣の隣ですね。はい、そちらになっておりまして、今月は1日から28日、28日水曜日までとなっております。お昼の分までです。ですね。で、中休みはないですか？16日が月に一度のお休みです。16日が休園日で、28日の昼公演までということですね。はい。それで昼の部ですが、12時半から開演。会場は1時間前の11時半から会場になります。そして夜の部は、6時半から18時30分から開演で、1時間前の17時30分より会場になります。そして料金なんですけども、当日券は1,600円となっております。ね、安いでしょ。だから毎日来てください。毎日ね、昼の部も夜の部もね、そうですね。来ていただくためにお安くなっているようです。で、マイル券はね、一度見に来てきた方が途中休憩の時に団員さんから買えるんですよね、マイル券。それが1,400円と割引になってますので、ぜひぜひ。で、昼の部だけですけども、島田駅の北口から送迎バスが出ております。11時半出発と12時半、2回ですね、送迎バスが、出ておりますので、ぜひ皆様遠くからでも来れますので。で、駐車場は、劇場の前に10台ほど、そしてすぐ裏の1本裏のところにも10台ほど止めれる駐車場がございますので、表がいっぱいだと思って帰っちゃわないので、一言声をかけていただいて、裏にも回っていただくとまだお車止めれますので、ぜひぜひその辺は声をかけていただいてね、はい、行きたいと思います。ちなみに明日の題目は何でしょう？明日は峠の仇討ちというお芝居です。峠の仇討ち、はい、皆さん知ってるかな？それは泣く方、そうですね、うん、時代劇版の裁判所みたいな裁判所言うたら箱根の山のこうその山中を舞台にまあそこで行われると仇討ちものなんですけれども、切った貼ったはありません。ありません。はい、今日は切った貼ったありましたね。切った貼ったはそのお芝居は、うん、ないけど、要はもう、うん、罪を憎んで人を憎まずっていうようなことをテーマとしたようなお芝居です。はい、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん一度島田の鳳台座の方に出向いていただきたいと思います。はい、はい、今月11月公演島田の鳳台座にはなにわ劇団、今日は座長の大見慎之介さん来ていただきました。ありがとうございました。お顔ちゃんと覚えておいてくださいね。はい。